王者の機密ファイル。おはよう、ドクター雨宮ちゃん。おはようございます、クロージャさん。ねえ、ドクターが基地の管理を担当し始めて2日経つけど、うまくいってる？クロージャさんが全ての施設を丁寧に紹介してくれたおかげで、ドクターへの引き継ぎはとてもスムーズに済みました。なんとですね、もうすでに基地の人事管理が改善されたんですよ。シフトがとても効率の良いものに組み直されて、基地の運営がすごく順調です。オペレーターの皆さんも長時間の残業をしないで済むようになりました。クロージャさんがずっと望んでいた和気あいあいとした楽しい基地がついに実現したんです。だよね、やっぱりそううまくいくわけないよね。資源が足りなかったら遠慮なく、このクロージャの購買部でかい。順調ですって？どの施設にも問題なかったの？本当に？製造所は？貿易所は？応接室は？発電所は？誰も残業してないの？どなたにも残業の予定がありません。私とドクターもちょうど仕事が終わったところです。この後皆さんとクロージャさんの購買部に行く約束をしているんですよ。え？購買部？クロージャさんが皆さんの負担を減らすためにと試行錯誤したたくさんの案をラムダが見せてくれたんです。製造所用の高精度工作機械の部品サンプルに、発電所の予備電池注文書、20回以上も書き直したシフト表、ラップランドさんに送るためのテキサスさんの人形まで、全部この機密ファイルの中にありましたよ。ファイルは、機密ファイルには購買部の最新の入荷記録もありました。クロージャさんは皆さんをねぎらうためにわざわざお菓子をたくさん仕入れてくれたんですよね。せっかくですから今日はそれを皆さんに無料で配りましょうか。理想の基地が完成したお祝いです。そのお菓子は…待って、無料？今無料って言った？はい、無料です。ついさっきキャッスル3さんが皆さんを購買部に連れて行きましたよ。いやー、半額で売るつもりだったのに。本当にクロージャさんはロドスのためによく考えて力を尽くしてくれています。ドクター、私たちも急いで購買部に行きましょう。今日は盛大にお祝いしましょうね。お金はタダにしてあげるよ。でも他の商品はちゃんと払ってもらうからね。クロージャの機密ファイル。